はいどうも T です。今回はコンプガチャをコンプリートするためにはどれぐらいの回数引かなきゃいけないのかってことについて考えていこうと思います。これは以前にショートでもやったんですけど、いまいちよくわからんっていうような声もあったんで、今回はちょっと詳しめにやっていこうと思います。でまずコンプガチャって何かって話なんですけど、こんな感じのね、よくスマホのゲームとかであるようなガチャあるじゃないですか。でこれ昔はですね、ある特定の商品、映像でいうところの SSR のカードですけど、これを特定の枚数集めた人のみ限定のアイテムがもらえますよみたいな、こういうガチャがあって、これをコンプリートガチャっていう風に言ってたんですね。でそれ自体はもう今はないんですけど、言うてまあある意味ね、これゲームやってる人からすると SSR 貫突はもう前提条件だよねみたいなところがあって、やっぱ強いキャラクターとか作ろうと思うと、どうやってもねコンプリートみたいなところを目指していかなきゃいけないわけですよ。でじゃあその高みに行くまでにはどれぐらいのカード引かなきゃいけないのかっていうのが気になるわけですけど、ガチでやる場合はそれぞれのカードの出る確率って違うんで、そのあたりも考慮しなきゃいけないんですけど、ちょっと難しくなりすぎるので、今回は全部で N 種類で、確率はそれも本当に等確率の N 分の1になるようなガチャっていうのをコンプリートすることを目指します。まず N 種類あるうちの K 種類持っているっていう状況を考えてみたいんですけど、まあ、こんな感じでパターンがあって、 K 番目まではゲットしてますよと。まあ実際にはこんなにね前から順番に取っていくことって無理だと思うんですけど、番号を付け替えても一緒の話になるので、1番目から K 番目まで獲得したとします。でこの状態で持っていないカードを引く、つまりこの部分が欲しいわけですけど、この新しいカードを引くのが M 回目になる確率っていうのはこんな風に書けます。現状で1から K 枚持ってるわけですから、M-1 回目までは持ってるカードを引いて、M 回目にそれ以外のカードを引きましたよと、そういう確率です。いわゆる反復事象の確率ですね。で、この確率に対して期待値を考えていきたいんですけど、引く回数は M ですから、単純に M を掛け算してあげると、こういう形になります。で、これはあくまで M っていう一つの値について考えているわけですけど、引く回数のパターンとしては、1から無限回。それはそうですよね。紙引きで1回で引いちゃうこともあれば、何回やっても何回やっても引けませんっていうこともあるわけなので、パターンとしては1から無限回です。なので1から無限回まで全部足します。でシグマの上に無限とかあるし、ここにもね分数っていうのがあってややこしいので、N 分の K を α と置いて M イコール J のケースまで考えます。すると K 枚持っている時に新しいカードを引く期待値 EK はこのように書けます。単純にシグマ記号を使わずに頑張って書いてるだけです。でこのように書いてみればわかると思うんですけど、この後ろの部分ってなんか変数っぽく見えるんですけど、シグマの中で変動するのは M ですから、ただの定数になります。ということでくくってあげると、こういう形で書くことができて、この後ろの部分注目してみると、動作数列×等比数列の形になっているのがわかると思います。ということで公比 α をかけてあげて差分を計算するとこのようになって、で K の値は必ず N よりも小さな値になりますから、 α ノットイコール1で 1-α は0になりませんから、両辺を割ってあげると EK はこのような形で書けます。でこの前半部分っていうのは等比数列の形になってますから、等比数列の和の公式を使ってあげるとこのような形で書くことができて、先ほども言ったように α の値は1より小さくなりますから、 J を無限大まで大きくしてあげると EK は 1-α 分の1に収束します。 α を元に戻してあげるとこのようになって、整理すれば N-K 分の N になります。でここまで来ればもう一踏ん張りで、 K は0から N-1 まで変動していくので、こちらの値、つまり K0 から KNN-1 まで全部足したものなんですけど、これを計算してあげればコンプリートするまでの期待値を求めることができます。シグマが分かりにくいという人はこのように書いてみると分かりやすいかもしれません。でもこれ N が大きな数字になったら計算するのだるくねって思うかもしれないんですけど、そういう人はこの後半部分を逆から見ていくと、1たす2分の1たす3分の1たすという形になっていて、調和級数になってますから N が十分に大きいときはログ N で近似しても大丈夫です。まあこの近似制度についてはいろいろ皆さん思うところあると思うので、よくよく考えて使ってください。じゃあ最後にグラフでもチェックをしてみたいんですけど、こちらのグラフ確認してみるとこんな感じになって、 N イコール10、つまり10種類あるものをコンプリートしようと思ったら約29回ガチャを引く必要性があって、 N イコール100、つまり100種類あるときには519回引かなきゃいけないことがわかります。10倍になったら単純に引く回数10倍とかって、そういう甘い話ではないんですね。ログとはいえ N と掛け算しているわけですから、割と爆発的に引く回数は増えちゃいます。もちろん最初にも言ったようにレアアイテムは引く確率低いですし、必要ないアイテム、まあ言うてみたらハズレですけど、こういうものもガチャの中には含まれてますので、現実はもっと厳しいです。ところ事情を考えながらガチャを回すようにしてください。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないというところがあれば、お気軽にコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。この動画いいと思った人は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。